おはようございます。中村玄子です。今日もよろしくお願いいたします。こんな質問をいただきました。股関節、コアを緩める方法がわからず、膝を曲げてごまかしているような気がします。教えてください。はい。ご質問いただきありがとうございます。股関節、コアですね。 この股関節、コアについて本当に悩まれている方、たくさんいらっしゃいます。たくさんのコア、股関節についてのご質問いっぱいいただきます。今回はこれについて解説いたします。中村原稿の対極拳解説まず、股関節について3つのポイントをお伝えします。まず1つ目は、 股関節を意識するほど、股関節は緩みにくくなります。これは、上実下挙。上挙下実と言いまして、上半身、体力がねば、上半身は緩んで、下半身はしっかりするという意味なのですが、中医学用語で、上実下挙。先ほどの反対ですね。上が実で、下が挙。 これは簡単に言うと考えすぎていて下半身がおぼつかなくなってしまう状態というふうに考えます。股関節を意識しよう、股関節を緩めようと思えば思うほど頭で考えてしまってなかなか股関節は緩みにくくなってしまう傾向にあります。まずは股関節を意識するのではなく一つ目のポイントとして股関節ではないところに意識を集中するとか 少し考え方を変えた方がいいというのが、まず一つ目のポイントとなります。では、二つ目です。股関節を緩めるためには、股関節を緩めようという意識ではなく、どこに意識をすることが良いのかです。中村原稿の対極拳解説。これは答えは、過丹田です。丹田に意識を集中することによって、 で、股関節は緩みやすくなります。これは、片でにさえ気を落とせば股関節は緩むというイコールではないかもしれませんが、まず一番最初に股関節を緩めたいのであれば、片でに意識を落としましょう。集中しましょう。片でに意識を集中するという練習は、体力系の動きでも様々あります。一番基礎基本としてやるのは、単当校ですよね。 この単投稿をするときに何をしているかです。この動きは単に大きなボールに手を添えている感じとか、例えば大きな樹木を抱えている感じとかよく言われますが、これ何しているかです。これは何をしているかと言いますと、まず自分の体の中に空間を作っている感じです。こう キュッと狭まっているものから若干膨らもうとしているイメージを持つことによって自分の体の中に空間、空洞を作ってそこにストーンと落ちやすくなって片腕に意識がしやすい片腕に気を落としやすい状態を作っていますその時の自分の体というのは中に空洞を作るという時には常に緩みが必要となってきます緊張したり力が入っていると この体の中に空洞を作るという感覚って難しくなってきます。この空洞を作るというのは緩みです。緩みが自分の中心に起きれば、股関節は緩みやすくなります。物理的に言いますと、自分の体の中って実際には空洞できないんですけども、緩むことによって真ん中がストーンと落ちやすくなり、この緩みを支えているのは足です。 足がしっかり踏ん張っているというか、しっかり自分の体を支えている状態で真ん中中心が緩む。そうすると自然にスーッと下に落ちていくことによって、この足というのはどちらかというと上から下のスクワット的な感じではなく、少し外側に膨らんでいくような感じが出ます。この体極圏で言われるポン、膨らもうとする力ですね。この担当校でも 自分の中心を空洞、空間を作ることによってこ、この太ももが外に開いていく感じがあります。この開いている時というのは、足はしっかり踏ん張れているのに、中の方で緩んでいるなっていう感覚がつかみやすくなってきます。この状態の時って、もしかすると股関節の緩みが少しできているのかもしれないなって思います。そしてこの状態、いわゆる 単刀口している状態で股関節の緩みをどうやって確認するかです。これは腰を回してみたらいいんです。腰を回すではなく体を回してみましょう。単刀口している形の状態で中を緩めて空洞を作るイメージがあって少しずつ太ももを外側に張り出すようなほんのイメージがあります。この状態で意識として膝の方向を変えずに 膝の方向を変えないということは何が起きるかと言いますと結構しっかり踏ん張ります。体力圏で言ったらよく踏んでくださいと言っているように踏みます。高さを変えずに踏んでいる状態で体を回してみましょう。そうするとおのずから股関節の緩みによって股関節から体を回っていきます。この感じ。膝は横に暴れることなくしっかり踏ん張っていきながら中に空洞があって ポン受を保って体を回しています。そうすると股関節から動くんだなってよく分かってきます。この状態で例えば優勝なんか練習しています。このようにして。優勝でなくても腰を回すもの、ボールを抱えて分け開くもの。このように感覚的に足はしっかり踏ん張っていて、 なおかつ体極拳のポーンという膨らみを意識しつつ腰を回す、いわゆる体を回すとあ股関節から回すんだな、回ってくるんだなっていうことがよくわかります。このようにんでに意識を集中することによって様々なポンができ、緩みができ、股関節の緩みにつながっていく。こんな感じで試してみてはいかがでしょうか。中村原稿の体極拳解説 そして、三つ目です。三つ目には、体極拳溶決と言い,いまして、体極拳の要求の中に様々な四字熟語のような言葉があると思います。例えば、股関節においてよく言われる言葉は、損壊損用。腰、股関節を緩めてください。そして、よく似ている言葉に、真拳追従。 肩を沈めて肘を下に落としてください。眼鏡抜杯、胸を含んで背中を力抜いてください。このように様々な四字熟語があって、ここはそれぞれ二つの箇所を指しています。例えば、損壊損用でた股関節を腰、鎮見追中肘と肩、眼鏡抜杯、胸と背中。このように常に まあどちらかというと、関係するものそのものが、こう、二つ表現されています。ということは、この四字熟語の中に何が含まれているかというと、これ一番わかりやすいなと思うのは、私が思うに、眼鏡抜擢です。胸を含んで背中を力抜く。この四字熟語。胸と背中の問題ですね。これを行うため、 体現するにはすごく重要なポイントであって、胸を含むことによって背中を力抜くことができます。背中力抜けば自然に胸は含まれます。どちらかだけはできないんです。ということは、胸と背中の関係というのは胸だけでもなく、背中だけでもない。これを損壊、損用に置き換えていますと、股関節の緩みと腰の緩みは連動する。 という意味です。腰の力が入っていれば、股関節の力が入っちゃいます。逆に、腰の力を抜けば、結果的にイコール、股関節は力抜けられる。緩むことができる。というふうに考えた方がいいんですね。鎮見追中も一緒です。肩を沈めて肘を落とす。肩が沈むことによって、自然に肘は下に向きます。肘を落とすことによって、肩は自然に沈みます。というように、損壊損用 股関節と腰を緩めましょう。まずは腰を緩めて、股関節が自然と緩んでくる。逆に腰が力入っちゃってるなってことは、股関節が力、まあ、抜けてない状態でかと、かもしれませんので、まずは腰の力抜くこと。腰の力抜くにはどういうことかと言いますと、お尻を少し入れること、いわゆる先ほどの眼鏡割っかりから始まってます。眼鏡割っかりをするには、まずは 胸を緩めて、背中を緩める。イコール、結果的に腰が緩む。結果的に股関節が緩むです。このように、すべての言葉は連動してつながっています。人の体というのは部分的には使うことができません。すべて、トータルで考えていきます。ということは、眼睛抜敗、そして、損壊は損用。いわゆる、証拠、証用ですね。プラス、鎮見追従。 すべて一つです。これが股関節を緩めるためのポイントと捉えてください。今回、三つのポイントをお伝えしました。股関節を意識することによって逆に緩みにくくなっちゃいます。常実と言って、頭に意識がありすぎて、股関節だけ考えようとしすぎて逆に緩みにくくなってしまう。そして二つ目、きちん短電、過短電に気を落とすことによって、 股関節が緩みやすくなる。そして三つ目。言葉の意味です。小古、小腰腰と股関節を緩めましょう。真剣、追中眼強、抜敗のように、必ず連動しているものと同時に考えていくと、その違うところ、股関節であれば腰ですね。胸であれば背中ですね。肘であれば肩ですね。を意識することによって連動して影響されていく可能性があります。 このように捉えて股関節の緩みができるようにやってみてください。今回のご質問、損アですね。股関節を緩める。体極圏の本当の面白さの部分でもあるかと思います。ぜひ楽しんで股関節の緩みやっていきましょう。ご質問いただきありがとうございました。